リカちゃんにいいことあったら嬉しい、気になる、まだ秘密、でもめっちゃ嬉しい、多分みんなも嬉しいから、ちょっと待っててちょっと待ってて、うん、なんか今日はなんか一歩前進、失業するまでの頑張らなきゃいけないことに一歩前進って感じで、ちょっと安心してるところはある、うん、リカちゃんに嬉しいことあって嬉しいそうなんです、解禁楽しみに待ってます、はい、楽しみに待っててください、今日はハヤシライスを作って食べました、いいね、ハヤシライスいいね頑張れる時に頑張ろうね、みんなも、私もそうしてるけど、ちゃん夜ご飯食べてないパンケーキ食べただけ、今日は幸せのパンケーキ、メイの運動会行ったんですけど、運動会か、確かに5月ぐらいだもんね、運動会ってなんか昔秋ってイメージだったけど、今時5月にやるよね、5月6月、運動会ヘイリガちゃん Thank you、 お好み焼ききれいにひっくり返せますか、返せません何かやったことあるけど、でもやってもらうのが一番だなって思ってる、How was your work today?How ってなんだっけ、 Feels good? Feels good! でも仕事終わりです、すごい、そろそろネイル変えなきゃいけないんですけど、伸びてきた、もう前から見える、このわかる、どう?みたいな感じ、仕事どうだったって、いい感じいい感じ、何この雨のギフト、かわいいね、しずく、なんか昔しずくちゃんってあったよね、塗り絵持ってたわかわいい、
なんかデザイナー変わったんかな、ショールームのさ、なんかギフトのデザイン可愛くなった前より。猿が飛び交ってた時とは大違い。あの猿好きだったけどね。しずくちゃん懐かしすぎ。え、知ってる？しずくちゃん。わお、ギフトレイン。そう、ギフトレイン。しずくちゃん知ってる？なんかゆるキャラみたいな流行った時期だったから、すごいそういうの多かったんだよね。寒くないか？若干。私だけ？若干寒い気がしてる。妹はよく集めた自己紹介か。あ、そうなの。寒い、寒い。私だけ？今日は寒い。え、寒いよね。夜になってから寒くなった。新潟は日中暑かったけど。てか私ん家が寒いのかも、もしかしたら。外暑いのかも、わかんないけど、私の家が寒い可能性がある。なんならこっち新潟より寒い。大阪？雨降ってんの？あ、そう、マジか。インドネシアで暑い。でって赤道直下でしょ？直下でもないのか、別に赤道の近くでしょ。東京も雨、梅雨かな。梅雨もう入ったの、関東は。新潟っていつしか入ってたよね。え、新潟まだなんだっけ。新潟いつしか入ってたみたいなさ、だって新潟今日の最高気温は30度ですよ。結構もう暑かった。レミーの美味しいレストランいいよね。突然の、でもおもろいよね。私好きだよ。なんかミッキーで成功したからネズミのキャラを作ろうとしてちょっと失敗しちゃってる感じが可愛くて好きだよ。なんかレミーもディズニーなんですよ。だからディズニーでレミーが出てきてる時に、なんかネズミの中でも人気格差ってあるんだね。意外とちょっとリアルなネズミなんですよ、レミーって。やっぱミッキーはさ、ポップに描かれてるからさ、同じネズミでもこんなにもタッチが違うのかっていうぐらいの。今見てきた気象庁も安定の新潟どこに含める問題発出た。どこにも入れてもらえないやつね、悲しいやつ。それよく言われるわ、新潟。今日ニュースで衰弱した子猫が貧海に捨てられてる事件が多発して、え、かわいそうすぎない？なんでそんなことするんだろうね。なんだと思ってんの、命のこと。ひどくない？普通にかわいそうだよ。
はい、すいません。なんかさ、私行きたいところがアンパンマンミュージアムだったんですけど、行けたから今一番行きたいところはどこだと思いますか？ちなみにヒント、海外です。インスタめちゃくちゃ感じ、嬉しい。え、一個も正解ない、一個も正解ない。フランス正解。フランス行きたいんです。フランス行きたい。フランス、寒いかも。なんか血迷って冷房つけたんだよね、さっき。そしたらなんかめっちゃ寒くなってきた。消したけども。え、寒いかもしれない。なのに半袖着てるえ、でも今年早いかも、ヒートテック着なくなるの。だいたい7月頭ぐらいまでヒートテック着てるんですけど今年早いかも。半袖早く着たくて、可愛い服いっぱい出てても半袖早く着たかったから我慢してる。おしゃれは我慢。てかいちゃん、今まで何カ国ぐらい行ったことある？ 2。 海外でしょ？ 2。 韓国とロシアだけ。ただただ一個言わせてもらうと、多分食とかなんか合わない気がするんですよね、海外。日本が好きすぎてやばい。マジなんかそんな海外行ったことないけど、
もうわかる。日本にいられることの幸せ。で、私は結構日本だといろんなところ行ってるんですよ。まあそう、キトキュンからもそうだし、ふわり愛とか、あと握手会とかお仕事とかでいろんな地域に行ったりしてるんですけど、え、だってさ、待って、行ったところないところ見てみよっか。北海道行ったことある、青森行ったことある、秋田行ったことある、岩手ある、山形もある、福島がないかな、新潟ある、埼玉ある、東京ある、千葉ある、神奈川ある、富山も地元、長野もある、静岡もある、全部行ってんじゃん。石川、福井あります、名古屋あります、京都あります、大阪あります、滋賀あります、え、ほぼ行ってる。ちょっと待って、すごくない？ちょっと待って、待って、日本地図、はいはい、すごくない？栃木もある気がする。栃木、茨城はだってあれで行ったね、バス旅で。群馬もある、埼玉ある、東京ある、神奈川ある、愛知、石川、福井ももちろんある、京都も、滋賀も、見えないな、ないよね、私見え行ってないよね。兵庫ある、大阪ある、奈良もないな、和歌山、奈良、三重が行ったことないです。鳥取ある、島根ある、山口もまだない。あ、こないだ行ったっけ？いや、行ってないわ、まだ。ふわり愛で行こうって思ってるやつがあるだけで。あと、岡山。岡山？あ、岡山あったっけ？ちょっと忘れちゃった。広島はある。で、愛媛、高知がないんですよ。じゃあ、え？あ、え？ナルトのとこってどこだっけ？あ、え？ナルトのとこ和歌山か。は、え？徳島か、あれは。ってことは、徳島か。じゃあ徳島は行ったことあるんだ。香川、愛媛、高知行ったことないです、うどん県。福岡はある。九州がないな。九州ごそっとないかも、行ったこと。福岡だけある。いや違う違う、だって熊本城行ってるもん私、前の前のバス旅で。熊本、宮崎行ってるよね確か。あれも県境だったはずだから行ってるよね。ということは佐賀、長崎、大分、鹿児島に行ってないか。沖縄はだって総選挙で行ってるから。
もちろんあるし。え、すごくない？ほぼ行ってるよ。石垣島行ったことない。八丈島はある、グラビアの撮影で。行ってないとこ制覇したい。確かにしてみたい。でも日本で言うと私は京都がやっぱり、京都大阪大好きで、なんかやっぱ京風とか好きなんですよ。なんかご飯とかもそうだし、大阪好きなんですよね。やっぱ合う、なんか血が多分で、中井っていう名字大阪に多いんですよ。だから多分元をたどったら多分大阪なんだと思う。私も親戚大阪にいるし、そう、方言も割と石川加賀の方から京文化なので関西寄りだし、そうだから多分なんか合うんですよ。めっちゃ大阪とか京都とかの雰囲気がめっちゃ好きだし、人の感じも好きだし、何よりなんか関西弁喋ってる可愛い女の子好きなんですよ。だから多分大阪とかにいたいよね。おもろいのも好きだし、ノリとかがめっちゃ大阪の方が合う。うん、関西のあれ好きで。あとね、多分だけどあったかいとこが好きだったの。だからなんかそのあんまりこう何寒くないところがいいなって思うよ、うん、沖縄も好きだもん。アップも顔面落ちる。でも今日もうね、気象が終わってる。めちゃくちゃ雪国出身で雪国で生活してるのに。でも新潟市内そんな降らない。あ、今年はやばかったけど、今年去年やばかったけど、新潟市内はねそんなにねドカ降りしないんですよ。だから別にそんなあれだけど、富山は山だったんでめっちゃ降ってたけど、それに比べたら全然マシかなと思う。「今日のピメ占いは大吉」。ああ、いいことあったもんだって今日。今日いいことばっかりあった。なんか人の温かみを感じた日だった。めっちゃ可愛いよ、言われ慣れてる。言われ慣れてないよ。可愛いって言われたら嬉しいけど恥ずかしいの方が勝っちゃう。
なんかファンの人とか可愛いって言ってくれるけど、うるせえってなる。普通に可愛くないし、はってなる。リカちゃんの地元って富山市内、富山市内じゃないよ。うるせえってなる。そうなってるところがまた可愛い。うざ。うざすぎ。そういうの言ってくるのうざい。照れ隠しで言うの。可愛いって言われるのが嫌だ。あんまり嬉しくない。私はリカちゃんがインドネシアに来ることを夢見ていたことがある。なんで夢見るのやめちゃったの？インドネシアも行ってみたい。だってあったかいんでしょ。インドネシアご飯何おいしい？バタゴル、なんそれ。ちょっと待って、すすぎたな今な。なんそれ。バタゴルって何、有名なの？私が知らないだけ。箱入り娘発動してる。ナシゴレン花、花はわかる。ナシゴレンのパタゴルはインドネシアの食べ物だす。あ、なんか乗っ取られてるよ、脳みそ途中で。大丈夫そう。豆腐と白身魚のすり身入り包み揚げ。あ、美味しそう。美味しそうじゃない？白身魚好きですよ、私。ナシゴレンって花じゃないの？ナシゴレンみたいな花なかった？ナシゴレンって何？何するやつ？食べ物？ちょっと待って、心臓痛い。心臓痛い、心臓痛い。ナシゴレン焼き飯。あ、そうなん？花かと思った。タイとか好き。タイも好きだよ。タイめっちゃ好き。心臓、そう、最近心臓痛いんだよ。目玉焼き乗ってるやつ。へえ、知らなかった。ルンダン美味しいですよ。ルンダンとは飲み物と痛みを洗うと思う。飲み物飲んでるよ、大丈夫。持ってきた。何カレー？分かんない。カレーでもなんか本場みたいなスパイスの味するやつちょっと苦手かも。食べれるけど
レンダンは牛肉などの肉塊をココナッツミルクと香辛料で長時間煮込む。ココナッツダメだ。私ココナッツアレルギー。食ったら死ぬ。なんやらアナフィラキシーやらなんやらで死ぬ。リカちゃんチーズ料理をし好き？チーズは好きだよ。チーズは大好き。でもブルーチーズとかはあんま食べたことない。美味しいのかな？ココナッツもアレルギーありますよ。うん、調子乗ってココナッツ食べたら死ぬんだよね私。他にアレルギー全くないです。ココナッツだけ。しかも最近判明した。そう、ココナッツ入りクッキーみたいな食べた瞬間ブツブツできて吐き散らかして、それなんかえ死ぬって思ったぐらい息ができなくなってしまってあのっていう具合悪いの極みみたいになってたので、ちょっともう食べるのやめました。なんか賞味期限とかもさ見たけど全然大丈夫だったし、分かんない、信じられないぐらいゲロってたからあのね、それのせいで息できなかったのかも分かんないけど、もうボツボツができてこの辺とか真っ赤になってて、あ死ぬって思ったぐらいやばかったので。ココナッツ無理なんですよ。だからラッシーだっけ、あれとかも飲めないんだよね。カレー屋さんでたまに出てこない、ラッシー。アレルギー軽視したらダメ。うん、そう、これをアレルギーと言わずに何というっていう感じのアレルギー症状が出てた調べたらドンピでアレルギーだったから、ちょっともうココナッツは食べれない。しかもちょっとしか食べてないんだよ。クッキーに入ってるココナッツってそんなに多くないじゃないじゃないですか、じゃないじゃないじゃないだからなんかそのでも、え、でも言うてナタデココとかもココナッツなわけでしょ。違う？あれは食べれるんだよね。なんでなんだろう。なんかあるのかな。なんか皮に近いとダメとかそういうことなのかな。いやでもわかんない。ナタデココとか食べたの4億年前ぐらいの話だからもう今食べたら死ぬかもしれない。ちょっと怖いよね。アレルギーって一定数許容範囲超えたでの花粉と一緒。あ、そうなんだ。最近ですね。でもこの間言ってたよね、私ね、死にかけてたよってポップに言ってたんですけどココナッツ食べて死にかけたんだよってポップにショールームで報告してたんですけどあの本当笑い事じゃないぐらい死にかけてたんで。
高食品なんだ。なるほどね。大豆の納豆バージョンみたいなことね。でもびっくりした、私今までアレルギーとかなったことなかったから、生まれてからなんかそういうテストみたいなのあるじゃん、あれでも引っかかったことなかったから、なんかえって思ったら、もうじゃあ食べれないわ、納豆で、ココナッツ系のあれも。別に味嫌いじゃないんだけどね、だって別に好んで食べてるぐらいですからうん、全然味は嫌いじゃない。でも一生食べれなくても別に害はないくない、そんな、なんかめちゃくちゃナタデココが生産地のところで仕事しますだったら終わりだってなるけど、でもそんなことなかなかないから、別に一生食べれなくても困ることはないだろうなっていう、食品でよかったなっていう。これが甲殻類とかさ、乳製品とかって終わったなって思うけどでもさ、そうじゃないじゃん。だからまあよかったと思って、ね、好きなものだったら終わってた。だってカニとかだったらさ、富山に生まれてカニ食えないの終わってんだろって感じだからいや、よかったと思って、マジでかわいそうと思うもん、エビとかカニとか食べれない人、めちゃくちゃ美味しいのに。ね、食べたくても食べれないのが一番辛くない？私の猫あれと一緒でさ、可愛くて大好きなのに触れないみたいなさ。触れるよ、触れるけど鼻水をズビズビ言わせながら触る、可愛い常に坊ちゃんみたいになるけど、それでも良ければ触れるんだけど。いや怖いよ、アレルギーって怖いですか、で皆さん気をつけてください。魚アレルギーなの？それやばいね。猫カフェ行けますよ、ね、いや行けるんだよ、行けるけどしばらくズビズビ言ってるしばらくズビ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 言いながら、あと手とか撫でたりするとちょっと痒くなったりする、それぐらいのあれです。そんな重度じゃないと思うんだけど、でも猫ちゃんって本当に可愛いから、撫でろってここに来られたらもう撫でるしかないのよ、もう不可抗力なの。猫の可愛さってあの何、ほぼもう罪だから、我には抗えない、うん、でもね、なんかあのあやさんのところ、私が髪の毛やってもらってるあやさんのところ行くとワンちゃんいるのね。ちっちゃいワンちゃんいて、なんかワンちゃんもなんか一緒にここに座ってくれたりするの、カラーしてる間。めちゃくちゃ可愛いんだけど、めちゃくちゃ可愛いんだけど、そのワンちゃんがおとなしいし、私の右手を絶対こうやって枕にして寝るのね。
超可愛いと思って。そう、とてとてとてって歩いてきて、私の足の上に乗るので、抱っこしてほしいみたいな、抱っこしてくれますかって言われて抱っこしてあげたら、ずっと私の右手こうやって携帯触らないのってなりながら、可愛いんだねってずっと喋ってるんだけど、ワンちゃんと。でシャンプーする時もね、こうやって抱っこして移動したりするんだけど、もうめっちゃおとなしいの。しかも抱っこの「え、犬飼ってました?」って言われて「いや全然飼ってないですけど」って「抱っこ話し方上手ですね」って言われて、ちょっと嬉しかった。あとめちゃくちゃ異様に猫にも懐かれるんですよね、アレルギーなのに。だからこう嫌いになれないの、私もアレルギーだからって遠ざけることできない。やっぱ可愛いし、なぜか好かれるから。でも動物嫌いなわけじゃないから、すごいなんかそれがやっぱ分かるって言いますよね、ワンちゃんとかもね。いや、うん、でもだからあやさんのとこ行ったらちょっとワンちゃん欲しいってなるんだよね。たまにコシャとかも流れてくるけど、コシャもめっちゃ可愛いしさ。コシャってなんだっけ、タイニープードル、めちゃくちゃ可愛いよね。猫好きな、でもね、信じられないぐらい懐かれるんですよ。なんかもうほんと人んちの猫とかも初対面なのにめちゃくちゃ足にスリスリされたりとかして「え、何この可愛い子」ってなるんですけど。なんかほんとになんか急に来て「こいつは大丈夫か?」みたいな感じで最初さ、クンクンされるじゃん。割とすぐお腹見せてくるし、でもなんか私の友達ん家の猫が自分が可愛いこと分かってんの、なんか可愛いんでしょみたいな感じで来んの、可愛いよって。でもあなたがいるから私長居できない。ここに長くいられないって思うけど、可愛くてもしね、ずっと隣にいちゃうんですよね。そう、私可愛いんでしょってやってくんの。猫のあれずるいよな、なんなの。なんかコテンみたいな、そんなことあるみたいなぐらい可愛くてずるい。ああいうのやれる人間になりたい。私可愛いんでしょってできる猫みたいになりたい。分かってやってんだよ、上目遣いとかもさ、チュールくれますかみたいな顔で見てくるじゃん、あげるあげる、もう3本でも4本でもってなるわけ。飼い主あげすぎちゃダメだよって怒られて、すいませんって。でももう可愛いからさ、ちょうだいちょうだいってやれたらさ、こうやって「はいはいチュールですよ」ってやりたくなるよね。あげすぎダメだよって言われて、そうなんだって。でもなんかあれみたいなね、チュールってなんか人間で言うマックみたいな、猫はすごい美味しいって食べるんだけど、なんか食べ過ぎると良くないみたいな感じらしいね。
でも猫を飼うのは難しいですよ。ああ、うん、なんか自分に余裕ないと無理だろうなと思う。だから私飼えないでしょ。やばい、自分のことでバイバイになっちゃうと、自分の思いのままにならない生き物が近くにいたら、やっぱわなんでってなった時、なんかどうしようもできないじゃないですか。そこのメンタルコントロールできるようにならないと私は動物は飼えないなと思って。うん、自分のお世話もままなってないのに人のお世話できないと思って。うん、でもちょっとアイドルやめたらちょっと落ち着くかなって思ってるから、ちょっと要検討ですけど。ペッパーかよ、え、マスクのペッパーくんのこと言ってる？ペッパーくんのこと言ってる？ペッパーくん怖くない？え、私さ、え、私だけかな、 AI 怖いんだけど。なら犬、え、わかんない。でもワンちゃん、もう猫あれだから。ワンちゃんも可愛いなと思うけど、でも猫派なんですよね、どっちかというと。でも私が飼うなら、その子を一番幸せにできる時じゃないと嫌だなって思うから、だからまだ早いかなと思う。世界で一番幸せの猫になってほしい、私が飼う猫には。やっぱりここが一番安全な場所だよってやってあげたいから。 AI がいつか自我を持ったら怖い。え、てか AI 怖いんだけど。ペッパーくんとかもそうだけどさ、なんか人を模した形をしてる機械が怖くて、なんかガンダムとかもそうなんだけど、なんかわかる？ガンダムファンいたらごめんなさい。なんか分かる。言いたいこと、なんか機械がさ人の形してんのが怖くて、アンドロイドみたいな、あれめっちゃ怖いんですよね、私。めっちゃわかる、私も。え、わかる？人型が苦手なのか。え、でもね、そんなことはない。なんか別にゆるキャラとかは大丈夫だし、なんか、うん、人の形を模した機械が怖い。わかんないけど、シリとかも怖い。まるで人間みたいに話しかけてくるじゃないですか、人間じゃないのに。怖くない？冷静に考えたらその、え、怖ってなるんだよね。ドラえもん？ドラえもんはだって猫型ロボットじゃん。猫じゃんね、耳ついてないだけで。だから大丈夫だけど、なんかそういう頭身がさバグってる、なんかもう人間じゃない、明らかに違う生き物って分かってたら大丈夫なんだけど、人間っぽい動きするじゃん、ペッパーくんとかも手とかさ、なんかそれが怖くて。え、なんかたまにさホテルとかでいない？ペッパーくん、ああいうの見たら、えー、怖ーってなる。うん、いや、なんか手とかなんか動きとかがなんか人間っぽいとなっちゃう。
ペッパーくんがご飯運んでくれるカフェに行ったんだけど、ちょっと怖かった。え、あそこでしょ、東急渋谷にあるよね、違う？あ、もうあそこ私めっちゃ怖くて行けないもん。いや怖いよね。え、例えば何があるか、なんかたまにさ、どこどこの会社がこういうロボットを作りましたよみたいなニュースやってるじゃん。ああいうのとかもさ見たらさ、え、怖っなんだよね。あとなんだっけ、 AI のさ喋りかけたら喋ってくるやつ、クロームキャストじゃなくてなんだっけ、なんかあるよね、あれとかももう怖くて無理。あ、そう、アレクサとか。え、知ってる？アレクサが海外で急に喋り出した事件。急に人間なんてクソだみたいなこと言い出したんだよ。調べたら出てくる。アレクサに喋りかけてもないのに急になんか人間なんてクソだみたいなことを、学習させてもないのに喋り出して、でなんかそれを不良品みたいな感じでこう何報告というか通報、会社に通報したのか分かんないけど、それやったらなんかなんかなったみたいなやつ見たよ。うん、え、でもなんかよく考えてほしいんだけど、脳みそをさ作ってるわけじゃん。要は人が人に似せて学習する脳みそを人型にの形をした機械に入れて、どんどんその脳は多分学習することによって成長していくわけじゃないですか。学習って覚えるってことだから、よく考えたらめっちゃ怖くない？でもさ、どこまで発達してるかわかんないけど、今ぐらいで止めといてほしくない？便利だなぐらいの。ターミネーターちゃんと見たことない。わかる、これ以上頭良くなるね。怖いんだよね、だから私。人類を滅ぼすとも言われている。あー、それなんて言うんだっけ、なんとか戦争みたいに言うよね。
怖いよ。アレクサの話怖すぎて調べてしまった。え、出てきたでしょ。なんか私ニュースかなんかで読んだんだよね。こわっと思って、もともと苦手意識あったけど、その話読んでめちゃくちゃ怖くなったなんかやっぱさ、和風とか好きなんよ、畳とかなんか日本の和の心、趣情緒、うん、糸お菓子のやつ、あれをさ、こうわびさび大事にしたいよねっていう。うん、余韻の部分、人が感じる余白が日本人はちょっと多めじゃん。物事を感じ取る余白が、一個のことが起こったとしてもなんかパンパンでこう完結できるものなのけど、この一個と一個の間を楽しむのが日本人じゃないですか。やっぱその心まで AI に取られたくないなっていう気持ちはあるんですよね。うん、趣情緒、怖くない？いや、私 AI 怖いんだよね。でもよかった、似たような思考の人がいて、私だけかなと思ってたからでもさ、どうなるんだろうね、地球規模でっか、規模でっかすぎ。でもさ、そう思わない？今後どうなっていくのって、うん、思っちゃうな。壮大なテーマ。最終的には太陽に飲み込まれ、そうなの？まあそれもそれでいいか。嘘みたいだろ、こんな壮大なこと言って、昨日は替え歌歌ってたんだぜ昨日の替え歌何だったの？疲れすぎじゃない？私私結構疲れてると思うんだよね、自分が。
最近このハートが綺麗だねって言われる。これとか私よく作ってるハート、これも綺麗にできる、反対もできるよ。でもさ、ファンの人ってさ、ハートできないよね。写メ会でさ、ハート作ろうって言ったらさ、だいたいおにぎりになってて、リカだけハート作って。そう、コロナ前はさ、シートがなかったから、ここをね、爪で押してグッてハート作ってたの。だけど、もう爪でグッてできなくなっちゃったから、おにぎりのままと、まあいっかと思って撮ってる。写真ってさ、こう撮られるからさ、なんかちょっとでも後ろに倒したりすると、どんなにハート型にしてても丸に見えるんだよね。だからちょっと手首を返すじゃないけど、こうしたらハートに見えるよって。こうちょっとでもこうするとさ、丸く見えるんだよね。だからうちらもさ、あと何日みたいなボードとか持つじゃん。そういう時ちょっとこうやってやってって言われるの。こう物を倒してって。カメラと要は平行にしなきゃいけないから、自分で持ってって平行って思ってるよりもちょっと前に傾けるぐらいがちょうどいいのかもしれない。光の反射とかもあるしね、ボードとかってなると。でもみんなハート下手だよね。指ハートすらでき、指ハート東急ハンズになってもみんなこうやって長くない？東急ハンズになってんのよまた。でも面白いから別に訂正したりはしない。それでいいよって。指ハートしようって言ったら、もうほんとおじいちゃんとかなんかこういうこうなってる。鉄砲？顔ハートしようって言ってもおじさんとかはこうなってる。それカレーパンマンなんよ。カレーパンマンなんよそれ。なんで？みんな下手くそで可愛い。なんでできない？もうね、最高難易度がこのハートなんだけど、これ やろうって言ったら、なあ、どうなってんの。で、最終撮ってみたらよくわからない、ひし形できてる。何それっていう。餅？ひな祭りの餅やんそれ。3色ぐらいの。ねえ、何それっていう。
手つるわーとか言って言われて、挙句の果てにできてないから。ハートをした記憶が、え、なんでみんなあんな下手なの？なんでみんなあんな下手なの？本当に意味わからん。なんでできないの？不器用すぎない？普段しないからな。そういうこと？普段しなくてもできるよ。普段しなくてもこれぐらいできるでしょ。誰かに習ったわけじゃないんだから。いろんなハートできるよ。なんでできないの？糸シナモンポーズ、これ糸シナモンは可愛いよね。できてる人の方が多い。でもおじちゃんに糸シナモンにしようって言われて、なんやそれって言われるから。糸シナモン通じないのか。おもろいよね。通じないんだよ。何それって言われる。リカの、写真集写メ会あるじゃん。おすすめポーズこれね。 T みんなで T しようね。これでもいいよ。え？R ってむずいんだよ。こうやってやるしかないから。逆？こうか。あ、こっちか。こっちで合ってるか。反転するから分かんないや。 R、R でしょこれ。 RI K K はどっち？ K A え、考えてきてね、ポーズちゃんと。何冊買うか知らんけれども、 T を T したい。みんなと T わかんない。 T バッグの T かもしれないじゃん。でも T バッグはあれ
履きますかって言われた時、お尻が気持ち悪いので嫌ですって拒否したからね、グラビアの時。ティーバッグは履けますかって、うん、お尻が気持ち悪いから嫌ですって言った。ごめんけど。N はこうでしょ。なあ。K はこっち？K。い。D。か。T イケメンの T でしょ。そうだよ。そうだよ。T はイケメンの T。 なんでこんなに T ばっかりなんだろう。私は N。 ナジアさんね。みんな、じゃあ他に何のポーズある？他に何のポーズある？T だから嬉しい。え、聞こえてなかった？イケメンの T だよ。ごめんね、ひらひら。ぐわ。聞こえてなかった？イケメンの T だよ。つまりあなたは対象外。何も聞こえない。いや違うの、たけたけさんだから。うん、ほんと、なんか、竹崎さんに関しては、シャシャンな雑魚としか言えないから、うさぎのポーズ。うさぎのポーズ作ろうかな。うさちゃんハートはあるんだけど、うさぎポーズ作ろうかな。うさぎポーズどんなのがいいかな。もう頑張って二つの手でやろうとしたらこうなるよね。頑張って二つの手でやろうとしたらこうなる。だからクラゲ要素これで耳、それかもうこれでウサギを作ってこうするか。ウサギこうかな。こっちの方がいいか。こっちの方がやりやすい気がする。サギの耳、顔、足。サギー。
これめっちゃいいんだ。なんかよう分からんけど気に入ってもらえたならこれでやるか。うさぎポーズ。練習しないと。こうした方がいい。横向きのウサギっぽく見えるよね。耳で、顔で、鼻で、これが足。どう？即興の割に完璧すぎる。え、上手だよね。私ポーズ作るの青春時のポーズも私が作ったんだよ。知ってる？なんか最初どうやってやってたかな。あれどうやってやってたか忘れちゃった。クオリティ高い。まあ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 天才なんで。え、今日はね朝もやってたのでそろそろ終わろうかなと思います。ちょっと疲れた。見て分かるとおり目のクマがひどいので。ただプリプリが降りてきてない。これ有意識問題ですよね。プリプリ何にしようかな。これ有識問題。プリプリ。来た。行こう。7位がそなちえさん。お、そなちえさん。6位がたとふかさん。5位がりゅうじさん。4位がおときちさん。3位が天翔さん。2位が太郎かっこ没個性。1位がテリオ。ちゃんとみんな T に直してきてんのやめろなあ。ありがとうございました。久しぶりのいい声。プリ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